中日、スーパードラゴンズクエストライバルズ、勝ち、光と立浪の優勝6。勝ったんやで、素直に喜ぼうや。勝ち越さな喜べん。立浪は石橋のプロ初 HR 把握してなかったんか。プロ初ホームランのホームランボール跳ね返ってグラウンドに戻ってきてよかったな石橋。石橋は真面目な感じやな。木下ならメヒアは初回 KO されてるストライク入らんかすを要4回1失点でまとめたわ。大丸につなぐまで怖すぎるんやけど防御率全然当てにならん。明日朝みたいに乾杯するのがいつものパターン。このままタッツが込んで正捕手は決まった。木下放出やとか変な寛大戦程度に伸びてってくれや。勝った時は伸びない。捕手石橋でええやん。軍事放出してまで宇佐美いらんかったやろ。木下帰ってきたら宇佐美使わんやん。勝ってよかった。細川打てば勝てる。打たな勝てへん。シンプルやな。ライデルを暇かみ起用する贅沢さ。ビシエドは出塁に意識を気でしとるのは現状ええ傾向や。松山初めて見たけどすごい戦う顔してるやん。